はじめまして、マサルです。この動画シリーズでは CCNA を取って成長したい皆さんのための学習チャンネルです。今回は初回なので CCNA の学習というよりかはこのチャンネルの説明やこのチャンネルに込める思いについてお話ししたいと思います。 CCNA の解説を求めて見てくれた皆さんのイメージとはちょっと違う動画になってしまうかもしれませんが、 CCNA 取得をする上でも役立つ考え方や本動画シリーズを理解する上で知っておいていただきたいことなので、ぜひ1回は最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは始めていきましょう。まずこの動画シリーズの対象者を説明します。この動画シリーズの対象者はこちらです。まずは CCNA 取得を目標にしている方、エンジニアでネットワークについて勉強したい方、もしくはエンジニアでなくてもネットワークの勉強をしてみたい方、このような方が対象になっています。そしてこの動画が対象にしていない方もいます。非対象者としてはまずは独学で勉強したい方、独学で深く理解することのできる秀才タイプの方は非対象者、そしてもう一つ CCNA 取得を目的にしている人は非対象者です。あれ、対象者と非対象者に同じ人が入っていると思った方もいるかもしれません。この2つ並べてみましょう。対象者で説明したのは CCA の取得を目標にしている人、非対象者は CCNA の取得を目的にしている人です。この話は CCNA 取得と直接関係はないのですが、エンジニアとして重要な考え方になると思うので、目標と目的についてお話しさせてください。目的というのは最終的に成し遂げようとする事柄であり、目指すべき到達点のことを言います。一方、目標は目的を成し遂げようとするために設けた具体的な手段のことを目標と言います。私の動画では CCNA の取得を目標にします。つまり CCNA の取得は目的へのワンステップに過ぎないということです。 CCNA を取ること自体が目的、つまりゴールにしている方もいると思いますが、そのような方にとってはこの動画シリーズはとても冗長で退屈に感じる動画になってしまうかもしれません。この動画シリーズでお伝えしたいこととしては、 CCNA 取得の知識もあるんですが、若手のエンジニアの皆さんが楽しく活躍できるような考え方であったり、ネットワーク以外の知識も情報発信していこうと思っています。もし参考になる部分があれば取り入れてもらえると嬉しいです。とはいえ CCNA の取得を目的にすることがダメだと言っているわけではありません。 CCNA をどうしても短期間で取らなければいけない人がいるのは事実だと思います。そのような方に対してできる私からのアドバイスはこちらです。 CCNA 問題でぜひググってみてください。あまり大きい声で言うことができないんですが、 CCNA 対策に特化した有料の問題集を特定のサイトで手に入れることができます。運がいいとその問題集の問題がそのまま出題されます。事前にどんな問題が出るか分かるので丸暗記で合格することができます。手っ取り早く最短で合格できる方法はこれらの有料のウェブ問題集を買って学習することだと思います。しかしあくまでこれは最終手段です。どうしても今すぐ CCNA を取得しなくてはいけないという人だけこの方法を選んでください。丸暗記で合格するやり方は個人的には絶対におすすめできません。なぜおすすめできないのか、それは多くの方にとって CCNA で得られる知識はこれからの職場で活躍するための基礎力になるからです。出題率の高い問題集を買って丸暗記で試験に合格してもエンジニアとしての力はついていないので、後から大変な苦労をします。何を隠そう、私自身がその苦労をした経験者です。ここから少しだけ私の話をさせてください。当時私は30歳でした。何としても CCNA を取得したくて勉強していました。しかし試験には何度も何度も落ちてしまいました。参考書を読んでたくさん市販の問題集を解いたにもかかわらず合格することができませんでした。これ以上落ちることはできない、金額的にも厳しい、ご存知のようにシスコの試験は高額です。会社からの補助はなく、受験費用は自分で全て払っていました。
しかし会社には年間目標として CCNA の取得を宣言していました。絶対に CCNA を取得しなくてはいけない。さまざまなプレッシャーの中、なんとか合格できる方法がないか私は探しました。その時にある先輩から、先ほどお話ししたようなインターネット上で手に入る出題率がかなり高い問題集の存在を教えてもらいました。私はその存在を知って救われた気持ちになりました。心から先輩にお礼を言いました。本当に有益な情報を教えてくれてありがとう。もう高額な受験費を払わなくていい。会社の目標も達成できる。これで大丈夫だ。そこから1週間その問題集を必死で丸暗記して、私は試験に臨みました。試験の結果、私は満点で合格しました。なんと運よく手に入れた問題集と全て全く同じ問題が出題されました。全部丸暗記で対応できて合格できたんです。この時は丸暗記で合格した後ろめたさなど何もありませんでした。むしろもっと早くこうしてればよかったなと思ってました。何度も落ちることによる金銭的な負担、会社からのプレッシャー、合格ができてそこから苦しみから解放される喜び、本当にほっとしてました。会社の上司に報告すると、上司は私を褒めてくれました。それからしばらくして CCNA 取得が評価されて、ネットワーク関連の案件にアサインされました。ただこれが地獄の始まりだったんです。アサインされた案件の上司はパワハラ気質でした。上司の言ってる指示が私は理解できず怒られる毎日。質問しても、そんなこともわからないのか、なんでわからないんだ、本当に CCNA 持っているのか、強い口調で怒られる日が続きました。毎日毎日怒られて、私にできることは何もありませんでした。考えていることは、怒られないようにしたい、目立たないようにしたい。私は極力喋らないようになりました。職場で必要最低限しか喋らない日々が続きます。私にできるような仕事も限られているので、仕事をしているふりをしながら、1秒1秒なんとか時間が早く過ぎないかなと考えながら過ごしていました。昼休みも一人でご飯を食べて、ご飯を食べたらトイレにこもって、ひたすら昼休みが終わるのを待つような日々。仕事が終わったら小声でお疲れ様でしたと言って、目立たないようにこっそり帰る。助けてくれる人もいませんでした。私にとっては本当に辛い職場でした。しばらくしてこの現場で働くことの限界を感じて、案件から外してもらいました。なぜあんなに苦しい現場になってしまったのか、今でも職場環境が良かったとは思えませんが、あの職場でも活躍していた人がいるのは事実です。振り返ってみると、上司にとって私は可愛い部下、使える部下ではなかったのが原因かもしれません。丸暗記だったとしても CCNA を取ったという自信が変なプライドになっていたのかもしれません。そのプライドが人に聞くという行為を許してくれませんでした。上司に聞けないなら周りの人に聞けばよかったのですが、こんなことを聞いて自分が無能だと思われたくない、使えないやつだと思われたくない、そんな状況が続き、どん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 仕事についていけなくなりました。当時はパワハラという言葉もなかったので、こういう辛い下積みを乗り越えなくてはいけないと自分に言い聞かせていました。でも頑張れませんでした。どんなこと言っても怒られる、怒鳴られる、怒られたくないから黙る、黙るから仕事の内容を聞けない、そしてまた怒られる、そんな負のスパイラルに入っていったんです。私が丸暗記で CCNA を取得したことが全ての原因ではないと思いますが、正しく成功法で勉強していれば違った結果があったように思えます。これを見てくださっている皆さんには同じような思いをしてほしくないので、このような自分の話をさせていただきました。ゲームもそうだと思いますが、レベル上げをしないで最短経路を進んでいくと、強いボスと戦うことになった時に完膚なきまでに得られます。勝てない自分に気がついて、その時その周りでレベル上げしようとしても、いつの間にか周りのキャラクターも強くなっていて太刀打ちできません。そうなるとゲームが途端につまらなくなって情熱を失います。最終的にはエンジニアに向いてないななんて思ってしまいます。過去の私がそうでした。なのでこの動画シリーズでは、ぜひ成長を優先して CCNA という資格の取得に取り組んでほしいと思っています。少し遠回りになるかもしれません。
時間はかかってしまうかもしれません。でもエンジニアとしての成長を最優先してほしいんです。活躍して周りに貢献できる自分をイメージして、ぜひこの動画で学習を取り組んでいただきたいと思っています。さあ、とても前置きが長くなってしまったんですが、最後にこの動画の使い方についてお話ししたいと思います。この動画はエンジニアとしての成長が最優先です。成功法でいきましょう。しっかりインプットとアウトプットのバランスを取りながら勉強を進めていきます。インプットにはぜひ本動画を使ってください。そしてアウトプットにはこの黒本を使います。この動画シリーズをフル活用したい方はぜひこの黒本用意してください。この黒本シリーズは CCNA を取得する場合は必須の問題集です。ちなみに黒本結構分厚くて重いので電子書籍がおすすめです。概要欄に購入のリンク貼っておきますので、ぜひ手に入れておいてください。一つ注意してほしいのはこの番号ですね、200301、これが最新バージョンです。必ず200301に対応しているこの本を用意してくださいね。ちなみに本当に一から勉強したい方、試験以前にネットワークの基本から知りたいという方はこちらの本もおすすめです。 CCNA の基礎が学べる本、こちらの本も概要欄にリンクを貼っておきますので、もし興味ある方は見てみてください。今後この動画シリーズではこの黒本を意識して動画を進めていきます。この黒本は問題集なのでたくさんの問題が載っています。もちろんこの問題に対して解説が本にも載っているわけなんですが、黒本の解説だけだとうまく理解できなかったり、自分勝手に都合のいい解釈をしてしまうことがあります。そうならないためにこの動画シリーズをぜひインプットとして活用してください。例えば動画のタイトルに一章ネットワーク基礎と書いてあれば、黒本の問題の一章ネットワーク基礎を理解するための知識を動画にしているということになります。ただもちろん著作権の関係で黒本の問題を動画でそのまま取り上げるわけにはいきませんので、この動画は問題に対する解説ではなく、問題を正しく理解するための手助けをしてくれる動画になります。ぜひこの動画シリーズうまく活用していただいて、 CCNA を取得して楽しくエンジニアライフを送れるようになってもらえればとても嬉しいです。それでは次の動画から一緒に勉強を始めていきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。